これでね、ちょっとよろしくお願いします。はい、社長と海外行くの初めてじゃないですか、これ。初め沖縄が一番遠いです、ね。沖縄は海外じゃないでしょ、はい、もう返還されてますよね。はい、よろしくお願いします。でもなんかこれ撮影はやばくですよ、わけわからん。じゃあ、ありがとうございます。よろしくお願いします。みんなちょっと初対面、ね、うまい。あ、暑いですか。はい。お、日本と変わらないじゃん。あちらでございます。いや、合流ですね。ちょっとご一緒させていただきました。オーケーです。宿だ。あ、そうなんですか。いや。関係者がね、いろいろこう大道場の人もいるし、あとそうじゃない人もいる。ね、今回ちょっと戦うかもしれないけど、あの相手が元ランカーとかが多いらしいよ。逆にそっちの方がちょっと嬉しいです。でも、まあちょっとね。酒はあんまり飲めないですよね。でも今日飲むんですか。飲みます。男だな。明日二日酔いで戦うみたいな。でも明日の夜ですからね。二日酔いが冷めたぐらいにちょうど照準合わせてね、こう戦う。逆にいい動きができる。の保険かけてる。保険かけてる。生命保険か、もちろんかけてる。自由にかけてるでしょ。洋次郎選手、洋次郎ね、洋次郎選手と洋太郎と、あとあの人は今日初めて会った人です。大木さんね。静岡出身の大木さん。静岡の。静岡。あ、静岡。びっくりした。静岡。はい。ここがですね、我々泊まってる沢でサンシャイン。下水の匂いが臭いです、ここ。いや飯食いますかね、はい、ちょっと疲れたから。おいっす。平塚洋次郎選手ね、タイ何回目ですか。タイ4回目です。4回タイ好きですか。タイ好きです。ムエタイとかも興味ある。ムエタイ好きです。なんでやっぱクルドとかとなんかムエタイとちょっと違うじゃないですか。なんかこうムエタイをやろうと思ったのはなんで。なんでまあプラスになると思う。そうです。でもやっぱクードのあのミットとかの練習ってムエタイの練習だもんね。あれ練習方法とかね、いろいろ寄せ集めてっていうのもあれですけど。今ピーやろ。単なる寄せ集めの方がいいところは、いいところ吸収したいと思っております。相当選手ですね。ドラゴン魂の企画で、まあ、できるので、まあ、もしかしたら戦うかもしれない。相手がいればなんですけどね、分かんない。はい、清水マロがマッサージに入ろうか。そうにしかし社長、マッサージするっすか。どうした。あった。何をなくした。ここにあった。もうされたかと思いました。マッサージやるっすか。はい、普通の、はい、マロも、はい、オイルマッサージ、ノーセクシュアリー情報。さっきありました。そこ、ここさっきそっぽいのありましたよ。絶対人ちょっと隠しも出なかったですけど、この人が迷ってんのか大丈夫なのか分かんないんだよね。分かったと思う。聞く
じゃないですか。やっぱ、やっぱ分かんないんだ、あいつ。マジか。分かったから来たんじゃないのか。あ、これ、ね、2アワーでいいですか。いやどうなんだ。ワンアワーにしときます。ワンアワー。Can I take a shoot a picture? Okay. Yeah. Good job. ローブやるぞ。これ。あ、オッケからでしてんな。ありがとうございます。色白いね。並ぶと余計食事で。いや、勝ってたよ、勝ってた、うん、勝ってるわけじゃん。いや、押してた、転がしたしな。あれで本気にさせました。今日いいお酒飲むために、このおっさんでも頑張ってる。おっす、言うとこありがとう。おっす、おっす、はい、いやー、おお、どうですか、このジムいいですか。いいですね。広いしね。研究対象だ。いよいよ。足
ね。今日は、パタヤ2日目、これからですね、船に乗って島に渡ろうっていう魂胆です。はい、メンバーは社長とマロっていうことと俺ですね。もうね、昨日はなんかフィーバーしたみたいですね、2人は。港じゃなくて砂浜から船に乗るっていう。どうだ、やばいな。痛い。うわー、痛い。これに乗ってきました。着きましたよ、ビーチ。クルーズ飛行機はもうちょっと優雅な感じ。おいしい、天然の優しい味。冷たいのそれ。冷たくないです。はい、さっきのこのね、あれから解放されて幸せに送っておりますけども、先ほどの美女はですね、ドイツのハンブルクと判明しました。タイ人の女の子の方は留学でハンブルクにいるということでございますけどね。話しかけても全然手不合いそうでですね、何にも進展しません。以上。マロ選手、マロじゃない、清水和真、どうですか、このタイは。初めてでしょ。なんか面白い。地上の楽園です。地上の楽園。どこら辺が？昨日気づいたら1100バーツしかなかったで、船に乗ってきたらなくなってました。1100バーツ。どんだけしてこいんだよ。最初十分だと思ったんですけど、全然足りないですよ。両替しても両替しても。1100バーツっていくらぐらい？ 4000 円ぐらい。そうですね。そのぐらいしか買えてないの。いや、それしかなかったんですよ。それしかないの。気づいたら。その前に6000とかあったんですよ、確か。どこに行ったの？全然落としたの？全然地上の楽園じゃないんだ。バカじゃないですか。